さあ再開しましょうかというわけで一回叩いてからちょっと叩かせて。さっさと行け。よし行きますか。あでも大丈夫か。ああそうかそうか、お前らも腹減ってんねや。え、こいつらに絶対バレるよな。ちょっと待ってや、こいつらの方がね実はこのゲーム強いからな。これ大丈夫なんかな。あかん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 。ちょっと待って、これは近くじゃないとあかんねんな。え、ここ一番難しない、実を言うと。絶対気づくよねこいつら。よし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 。ああやばいやばいやばい。ちょっと大丈夫ね、大丈夫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 ね。あーマジで来んの。おくおく、大丈夫大丈夫、多分大丈夫多分大丈夫。誰が鳴らしたん、誰が鳴らしたん、そのベル誰が鳴らしたん、わけわからんわけわからん。はい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 、ここ楽しいな、ここ毎度毎度楽しいな。オッケーオッケー、これで勝ちやな。この武器強すぎひん、ちょっと。違う、俺や、原因は俺だして、まだね、焦った。原因全然俺や。ほんで、マジでバレたな、今バレたな。はいはいはい、おいで、はい、次、はい、あ、挑戦してこい、オッケー、18やね、まだまだ。この武器マジ強すぎひん。一気にエヴァーション終わって、一気にほら、ほんでこれでアイテムバンバンパクれんねやろ。これ最強やな。なんかめっちゃいいのくれるよね。ほら、バレットとか全然普通にくれるから。この作戦行くか。この作戦行こうぜ。はいはいはい。で、こうやろ。あ、そして、ほんで、あんまりね、やっぱりいろんなもん装備しとったら、スタミナとかがすぐ、ほら、シガースプレイバレットとか普通にもらえるから、全然いいんだけど、これです。これね、装備しすぎたら結局ダメな、みたいなんで、これなんか外していきましょうか。何がいらん？黒装備してんねんな、確か。黒が E とかついてくれたらすげえ、やりやすいんだけどな。E つかんから、これ外して、で、モーション D、ソナー使わんね。で、マインディーも、まあ、今は使わんから、まあ、このぐらいいっぱい外してみようか、ちょっといっぱい外してみよう。ほんで、この二つは、まあ、すぐに使わんけど、ちょっとあれやから。じゃあ、この、狙撃銃とか外そうか。で、ジャフグレネードもいらんって、TNT も、あ、でもこれめんどくさってなるさやな、俺のことやから。だから、これぐらいは装備しとくか。TNT 結構使うからね。OK。うん。6、4、うん。ウェイト結構軽なった。これでね、スタミナが、減りにくくなるみたいなんでね。これでいきましょう。おい。ポン。オッケー。どんどん、ほら、SP とかくれねて、めちゃめちゃええやん。ほんで、カムフラージュの、なんか、これでも実は、これ、フェイスペイントはしていない。フェイスペイントはしていない。確かにしてないな。これでね、実は、能力見れるらしいんですよ。ただ、ここ。これも教えてもらったんですけど、あ、でもこれ能力出てないな。なんか、じゃあ、これか。これとか見たら、あー、一回変えなあかんのか。一回変えてみなあかんのか。こうね。おー、書いてた。ザペインの待っていた迷彩服。蜂や雲、ヒルを遠ざけ、蜂を手なずける効果がある。で、こんな風にね、見れるらしいんで。これもね、教えてもらいました。ありがとうございます。あ、違う。ありがとうございます。はい、よいしょ。んーで、こうで、サイエンティストなって、あとね、いろいろ教えてもらったんやけど、何やったかな。あ、そう、トイレ。トイレに、実は入れて、結局ここの2階かな？うん、2階か。その辺にあったトイレに、アイテムがあるっていうのも教えてもらったりしたんで、ちょっと行けるんやったら行きたいね、そこね。ここどんだけ寝てんの？この辺でシガースプレー強すぎるよな、いくらなんでも。マジで。何よりも強いよな。D メッドフル、マジか。こうやろ？よしよし、ね。研究者めっちゃ美味しいな、こいつら。バッテリーとかくれたね。シャレならんぐらい美味しいな。そっちや。はいはい。いるんやろ？いるんやろ、どうせ。どうせいるんやろ？はいはいはい。オッケー。で、ちょっとこれで、ちょっともう一回、もう一回、サービスショット入れといて、オッケー。そこも気になったね。おー！これ結構いいな。これサムネにしたらさすがに釣りか？さすがに釣りすぎか？ほんで、なんかね、これをタッチできるらしいんですよね。タッチしたいな。タッチどうやってすんのやろ。なんかね、タッチできるらしいっす。
何してんのかよくわからんけど、タッチタッチタッチしてよ、タッチして、現実と射二次元の区別がついていないぞスネークって感じで、もう一回見ようか。そう、でもいいねこの人ね。どうやらね、前のね、ってかな、和樹なんとかさんもね、本物みたいなんで、いる人やったみたいなんで、この人も多分本物でしょう。カデナ・レオン。かっこいい名前してんな。という感じです、皆さん。あれ、タッチどうやんのかちょっとわかんなかったね。悔しいな。タッチしたかったな、どうせやったら。ね、二次元と現実の区別がついてない感じで、生きてかったんけど。モーションでいいわ、いっか。曲踏んで、ここ何やったっけ、ここ向こう側か。オッケーオッケー。よしよし。じゃあこれ2階に行きたいね。私はこっから普通に脱出したらいいだけだと思うんですけど、2階に行きたいです。2階こっから行けたよね。違うか、これ違うところか。違うとこか。腹が減った。ほい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 。これだから大丈夫やろ？兵士が一番ね、大丈夫なんです。兵士が一番大丈夫。オッケー。よし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 、いいぞいいぞ。で、パタンってして、ひもじい。いやー、あの食料壊しためっちゃでかかったな、マジで。で、この研究者が一番怖い。研究者が一番怖い。研究者が一番怖いね、逃げる。で、2階です、2階です。よし、これいけんじゃん、もしかしたら。可能性出てきたぞ。可能性出てきたぞ、これ。おい、トイレトイレ。もう全員腹減ってもなんかやる気なくしてんな、完全に。トイレといえばどっちでしたっけ？トイレこっちやったっけ？こいつが怖いな。トイレは、こっちや。違ったらどうしよう。ここやろ、トイレ。あ、違う、ここ外出るだけや。くっそ、あっちや、あっちや。なるべく兵士のいるとこ行きたくなかったんやけどな。行くか。食ってないな。ここやな。あ、違う、ここしよっこか。じゃあ、ここへ。オッケーオッケー、ここへ、しゃしゃ。これ多分ね、これで行けるんちゃう普通に。あ、違うわ、行けへんわ。え、出て行くん。あれ？三角で開くやん、普通に。何してんの、俺。そっか、ロッカー感覚で、あ、ロッカー感覚で開けたけど、焦った、今。あれ？ない。何かがあるとき、おっと、トイレ。やった。トイレゲーや。あら、減った。あれ、トイレに何かあるって聞いてんけど、ないね。ここか、じゃあ。ここなんかせなあかんわ。ここなんかしよう。おい、出てこい。おらんやん。うわ、あるある、やっぱあるある、あるぞ。出てとんね、出てとんね、これ。え？出てくるよね、これ。ごめん、どうやって開けるか分からへんわ。どうしよう。ごめん、これ教えてもらったのにな、分からへん、生き方。壊す？壊す？ TNT で壊すか。それ良くないよね、でも。良くないよね。でもなんかそれぐらいのことやろか。そのぐらいのちょっと思い切ったことやってみよっか。俺もな。たまには。たまには思い切ったことやろうぜ。だからカムフラージュ、ユニフォーム、ネイキッドになって、ちょっと思い切ったこと今から私やります。今からやります。思い切ったことやります。はい。で、一回、移動して、一回移動して、一回これで移動して。はい、出る。ここにもおったからね。あ、そうそうそう、おるから。で、これ、ポン。するよね。で、こっちの部屋に行ってから、着替えて、カムフラージュ、ネイキッドなって、思い切ったことやります。ちょっとベイ君珍しくね。行くぜ！よし。怖かった、怖かった。めっちゃ怖かったからすぐ着替えた。すぐ着替えたぞ。はい。何かあったですか？はいはい。何かあったんですか？はいはい。え、何かあったんですか？どうしたの？どうした？大丈夫か？大丈夫か？君たち。うん。どうした？何かあったん？ああ、ごめんごめん。何かあったんやな。あ、知らん。これは知らんで。うん。あいつ出てこいよ。あいつ出てこいよ。イモンジー言ってる場合ちゃう。こいつ出てこいよな。ちょ。あ、でもなんかじっとしてたら大丈夫って聞いたから。来たー！来たぞー！来た来た！ユニフォームフライ来ました！ちょ、で、敵おる、敵おる、敵おるか。敵おらんね、敵おらんね。
ちょ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 、あ、危ない危ない危ない、はいはいはい、大丈夫大丈夫大丈夫です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 、はいはいはい、問題ないです。やったぞちょ、怖い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 、あの服着たいね、あの服着たいね、早く着させて俺に、あの服着させて俺に。よし、ここ出て、こオールした、おおお、あ、そっか、あ、まだ僕あんねや、ラッキーラッキー。さあここで OK でしょう、着ましょうか、ユニフォーム。フライあった、これか、とても臭い迷彩服。左下のアイコン見たら見て、アイコンみたいな。なんか嫌や。なんか嫌。踏んで、ビュアー見よ。とても臭い迷彩服。着用すると、ハエがたかる。あまりの臭さで敵も近接攻撃を、近接戦闘をためらう。これをね、教えてもらったんで、やったー、取れた、めっちゃ嬉しい。で、見る。うわー、たかってる。たかってるから電話します。シギント。シギント。グラニーが戦車に足をつけるという話をしていたんだが、真面目、一言で言う、あ、これ見た見た、これ見た見た、違うかな、見たよね、これ多分、あれや、セーブのタイミング悪かったからや、シギント、うんうん、オッケーオッケー、これは大丈夫大丈夫、ちょっとごめん、シギント、そんなことはどうでもいいから、シギント、あ、じゃあこれも見た、これも聞いた、これも聞いた、そっかそっか、あれか、オートセーブが挟んでなかったセーブやな、あれはグラニーの言って、あ、これも聞いた聞いた、よしよしよし、踏んで踏んで、これです、ここやろ、グラニーは、あー、これも言ってた、これもこんなこと言うとったこいつな、でこう、野戦服はただ着ればいい、あ、これも言ってたな、これも言ってた、こっからやろ、こっからやろ、時代は理想がどれだけええー、嘘やろ、理想が嘘やろ少佐、ソクロフはすでに要塞へ、嘘やマジで、メディックちゃんもなんとか言って、うわメディックちゃんまで俺の音はありません。めっちゃショックやわ。じゃあこれも諦めましょう。なぜだなぜだ、いつも言ってくれんのにな。お前その服。え、なんでなんで？ポーン。あ、じゃあ、どっちからで、表から出た方がいいのかな。裏から出た方がいいかな。そんな気がするから、ちょっとこっから出よっか。違うかな、これ。こっからも出れんねんな。私は知っておる。んで、あ、でも結構体力減って、体力っていうか、スタミナ減ってんね。ちょっと、ヘビ食いたいな、ソロ。デレテテテステテンステステテン、デレステテステテン。こっからね、出れるんですわ、実はね。これはいい出口でございます。さあ。はい、あ、でもまたコーションか、やっぱり。こっからも普通の服にした方がいいのかな、よく考えたら。よくわからへんねんな、俺それ。モーションでいい。あ、違う違う、モーションでいい、モーションでいい。モーションに出して、腹が減った言ってるうわ、いるね、こっから出ん方がいい、いやでも絶対こっちから出た方がいいの、多分あの出口から出た瞬間バレるんじゃないんかな、多分、うん、そんな気がする、俺はこのゲームそういうこと平気でやってくるから。じゃあ 75% リーフ、ここだけかな、でもここだけリーフっぽいな。んで、やっぱり、イタリーか。イタリーでも最近ずっとイタリーやったから、普通にちょっとピッコロさんなっとくか。ピッコロさん、はい、どうも。んで、こいつらコーションか、でも。どうしようどうしよう。一回ナイフをして、待つか。待つか待つか。待った方がいいね、多分。もう朝方言ってたもん。おーおー、相手も復活してるやん。よし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 。テレテンテテステテンステステテンテレテンテテステテンテテンテテンテレ、だからなんかごめん、いろいろ全然進まへんけど、ここに腐ってるやつある、これ、だからこれはあかん、これはね、生け捕りしたやつだからあかんやろ、ってことはもうダメか、前回から取ってないもんね。オッケーオッケー、よかったよかった、待とう待とう、待ちましょう、待ちます待ちます待ちます捨ちゃってできへんのか、そっか、あの衣装着てないから捨ちゃってできへんのか、あ、これやばいな、これやばいな、絶対やばいな、これ絶対やばい絶対やばい絶対やばい、逃げろ逃げろ逃げろ、怖い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 、よし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 、ほら危なかった今、ここにおったら絶対に、これで OK、 ふぅー、これどこに来る、どこに来る、あいつこっち見てんの、めっちゃ了解、なんでこいつか、あいつこっち見てんの、起動して起動して、起動する気ないやん。嘘やろ。
嘘やろ嘘やろ、ヘビ、ヘビ食いたい。ね、これもう眠らす。おっしゃおっしゃ、いい感じいい感じ。これちょっと多分眠らした方がいいよ、普通に。普通にやろう、普通にやろう。普通のプレイングに戻ろうぜ、今から。あれ？で、オッケー。で、あいつも、オッケー。普通のプレイングに戻ります。普通のプレイングに戻ります。はい、ここにおんねんな。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、分かってるよ、知ってるよ。任してくれ、そういうのは。もうここのマップは完全に熟知してるから俺。ケロタンが軽く見えるね。こいつを、こいつどっか向いてほしいな。緑やな。こいつやっかやな。ここの段差に隠れてたらなんか捕服でいけそうやけど、そういうのも無視しそうやな。ちょっとこのゲーム疑ってこう、このゲーム疑ってこう。結構ね、こいつらマジ優秀どころの騒ぎじゃない優秀さを秘めてるから。違う違う違う、これでこうして、よいしょ、 OK、 勝ち。さあ君たち、あれ二人ぐらいおらんか、これは新しく配置されたことになってんのかな。お、なってるなってる、よし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 、これはじゃあどんどんゲットしていきましょう。うん、おレーション、レーション、これ食えるってことやん。レーションフルとかめっちゃ嬉しない。レーション食いましょう。これ嫌いなんですかね、フ、あれスネークは。まずい。もう一個いこうか。テンションちょっと変わったん、なんでなんでちょっとテンション変わったん、スネーク今。よし、はい、ドン。よし、アイテムもう一回もらえるのめっちゃ嬉しいな。はい、ドン。はい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 、オッケーオッケー、スモークグレネード、オッケー。んーで大丈夫やね、モーション D 軽く出して、軽く出して大丈夫せんね、オッケーオッケーオッケー。でポン、ほんで、ポン。オッケーオッケー、いいぞー。いいぞ、いいぞ、いいぞ。楽しいな。楽しいぞ、楽しいぞ。んで、クイッといって、よし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 、いけそう、いけそう。一応、バタコン専用にしていきましょう。オッケー！オッケー！調子いいぞ。調子いいぞ。んで、ここ敵寄るからね、ここ敵寄るからね。せやんね、せやんね。あ、あ、蛇食いたい。蛇食いたい、蛇食いたい、蛇食いたい。え、ちょ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 、緊張した、緊張した。いろいろ緊張した、今。そこにおんねんな、確かな。大丈夫、大丈夫。一回ここで逃げて。んで、あ、ごめん。もう一回だけ、あれさして。フライ、試させてください。フライ、試させてください。カムフラージュ、フライ、これか。もう一回だけごめん。フライ試させて。で、みんなに電話して、で、セーブしよう。お前、すごいぞ。みたいな感じのこと。スネーク。ああ、これね、これね。あ、そうそうそう。あ、もうなんで俺こんなミスするかな。なんでこんなミスするかな。さあさあ、シギント行くぞ。頼む。奴ら軍用犬を使っているのか。真面目か。犬は起源も定かでない頃から戦争に利用されてきた。なるほどね。犬は忠実やね。ギリシャ軍やローマ軍は、スパイク付きの首輪をした犬の群れを敵軍へ突っ込ませるようなこともしたらしい。えぐ、首につけて、それあんま意味ないと思うけどな。軍用犬は広く使用された、うんうん、普通は伝令や警戒、捜索の補助に使われたんだが、うん、ソ連はそれに加えて爆弾犬を投入したこと。爆弾犬とかひどすぎるな。爆弾犬、ああ、戦車の下へ潜り込むよう訓練した犬に爆弾を背負わせて放つんだ。はあ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 、それなりの成果は上げたらしいんだが、訓練にソ連の戦車を使ったのがよくなかった。えぐいことすんねえ、ほんまに。自軍の戦車の下で爆発する犬が続出したおかげで、この戦術はすぐに使われなくなったって話だ。皮肉か。まあそこにいる軍用犬は爆弾犬ではなさそうだから、爆発はしないだろう。安心してくれ。ひでえ。だが、警戒、捜索用の高度な訓練を受けているようだ。うん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 、そいつらの追跡能力と格闘能力を侮るな。了解。軍用犬は動きも早いし、近接戦闘能力も高い、うん、匂いを嗅ぎつけて追いかけてくるから、そうやねんな、振り切ることも難しいぞ。匂いで多分やっぱり前やられたもんな。手強い相手だ、うん、油断しないでくれ。了解。そこで手に入るソ連製のスモークグレネードには長いな、多少ながら催涙効果も残せるらしいな。こういうの全く使ってないよな俺。目出し帽をかぶった人間相手には劇的な効果はないかもしれんが、あ、そうなんや、犬の鼻には効果てきめんだろう。ほうほうほう。軍用犬に追いかけられたら
スモークグレネードを使うといい。オッケー。真面目？もしかして野戦フライ。ダメだ、フライに関しての一切のあれがない。フライに関しての一切のあれないし、もうメディックちゃんが全然最近軍用犬がいるの？来た。その軍用犬はグレートデンね。グレートデン。原産はドイツ、うん、昔から狩猟犬として用いられてきた犬種よ、うん、見た通りとても大きな犬で力も強いの。性格は勇敢で冷静、うんうん、その上とても賢いわ。訓練を受けたグレートデンは場合によっては人間より危険よ、うん、気をつけて。いいよ、わかった。真面目。ダメよ。え、なになになに。何が？食べてみようとか考えたでしょ。俺は何も。嘘、そんな顔してた。見えないだろ。見えなくてもわかるの。かわいい。とにかく軍用犬をキャプチャーしようなんて考えないでね。フラグ？どっちどっち？聞こえた？うん。ああ。どっちどっち？押すなよってこと？今の要するに。スネーク。一緒。軍用犬に気をつけて。一緒やけどちょっと言い方違う。犬の手強さは知っているつもり。うんうん、違うわ。あなたが手強いのよ。ほうほう。俺が？訓練を積んでいるとはいえ、罪のない動物なんだ。むやみに傷つけちゃダメよ。これなんかあったな、多分。犬と人間が共生を始めたのは5万年前の石器時代とも言われている。歴史の授業始まった。番犬やペットとして飼われているのはもちろんだけど、死因と警察犬や軍用犬だけじゃなくて、話させてあげて。狩猟、牧畜、救助、行動、さまざまな分野で人間を助けている、うんうん、彼らには敬意を払うべきなの、うんうん、分かっている。俺も犬ぞりは好きだ。将来的には彼らの役割の一部は機械に変わっていくでしょうね。犬ぞりは好きだ。小型無人偵察機やセキュリティシステム、それに21世紀にはペット用の犬型ロボットが売られるわよ、うんうんうん、まさか。そうなまさかとか言ってるけど、猫型ロボットすら出てくるからね、この時代は。無人偵察機なんてものができたら厄介だな。あります、あります。将軍は訓練された犬の方が優秀でしょうけど、はいはい、2でね結構鬱陶しになりましたよ。こんな感じですかね。もうフライに関して全く触れへんのはなんででしょうか。すげえ悲しいねんけど俺。では DPM、 DPM がね、やっぱり基本的に DPM やな、このゲームは。森の中でピッコロやめるか、そろそろ。でもピッコロ強いもんな、言うても。最終的には弱いけど、ピッコロはね。なんかネイルと合体した時一番張り切っとったけど、あの後からもうすげえ、なんていうの、急落したよね。彼の強さというか、そして自信も完全に失ってったよね。あ、これはあれです。オートセーブを利用してます。で、セーブしましょう。ここで一回セーブします。よいしょ。メディックちゃん。はいはいはい、セーブ。セーブね。オッケイ。スネーク、荒野の七人って知ってる？来た来た来た。いや、知らないな。日本の映画七人の侍のウエスタン版リメイクよ。メキシコの小さな村が毎年無法者に襲われているの、うん、それに耐えかねて長老は助っ人を雇う決意をする。ほうほう。村の呼び声に応えたのは七人のガンマン。彼らは村人に銃を教えて襲撃に備えるの、うん、だけど敵は大軍を従えて村に現れる。楽しいよこれ。あとは自分で見て。楽しみを奪っちゃう。映画は見て楽しむものよ。がっかりやわ。自分で体験しなきゃ。ここのトーク全否定やな、今のメディックちゃん。ここのトークの楽しみ全否定しただ、あの子。どういうことよ。ナイフはいい、ナイフはいい。ね、これ行きましょう。で、多分この裏にいたはずやから、この辺からちょっと警戒していこう。この辺から出れへんかな。あっち側行かなかのかな。ほら、おった、やっぱり危ない。寝ろ。で、多分犬もいるはずやから、ここ。犬もいるから、犬気をつけて。犬いない。犬いた。あ、立っちゃった。待て、今犬絶対こっち見たよな。あれ、クイってできへんかったっけ、クイって。うわ、もったいねー。しかも犬が吠えてるー。こうか。これ、頭、ここやんな。あー、どっか行った。ちょっと一回しまおう。犬めっちゃ怖い、犬、頭見えるな、一瞬だけ。腹減ったな、あの犬どうする？よし、オッケー。これ、犬ヘッドショットじゃないとあかんのやったっけ？オッケー、オッ
キャウンっていうのがマジかわいそうやね。マジあれ毎回かわいそうやんな。ここ確か2人ぐらいやったやんね。で、犬は目覚めるから、犬は目覚めるから。はいはいはい。急いで急いで急いで。あら、減ったな。あれあれ、OK、OK、OK、よしよしよし。んで、お前は多分この距離でバレへんから、なんか知らんけど。多分これ頭、これ頭、これ頭。これ、これ頭。よーし、よしよし、頭、頭。よう分からんけど、頭です、今のがね。でも、ここ敵おらんやろ。大丈夫やね。よし。緊張したぜ。明るいからやっぱバレやすいよね、多分。ちゃう？SP これ、SP。SP ちょうだい、SP。SP、SP、SP、SP。こいつらね、やっぱ研究者がほんまに優秀やったな。おっとおっと、何何何？おっしゃ SP！ あ、でもそっちの SP 全然いらん SP やわ。ほら、もう犬目覚めた。犬もう目覚めた。ヘビやヘビ、ヘビ。ヘビおるぞ。ヘビおるぞ、ヘビおるぞ。ミルクヘビじゃん、これ。ほら。よし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 。いちいち変えんのかな、すげえめんどくさいな。これなんとかならんかな。で、フードフル。そうそう、フードフルなんで、一応ちょっとなんか食って、ミルクヘビまずいけど食って、食えるか食えるかって言って、ミルクヘビをゲット。犬がいます、犬がいます。でも、この、やばいかな、やばいかな、やばいかな。あんま良くないかな、これ。こいつバレたらめんどくさいよね、でも。撃つ撃つ、あ、あ、いける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 。ゴーゴーゴースネーク、ゴースネーク。ゴースネーク。ナイス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 。よーしよーしよーし、これ買ったかな、これ買ったかな。犬、犬が、犬がいない。犬が完全に隠れた。うわ、犬と並走してる。犬と並走してる。気をつけて、気をつけて。スネーク立ち上がるのだけやめてや。勝手に立ち上がるのだけやめてや。あとちょっと、あとちょっと。頑張れ、スネーク。あー、カラスが飛んだから、犬が。なんか、あれか、こっち、気にするか、はい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 。大丈夫やね。よし、勝ったぜー緊張した。ここ罠ゾーンじゃん。次罠ゾーンじゃなかったっけ、出てっけ。おー、ムービーかい、ムービーかい。うっそー、なんかあるやん、ここじゃ。ピッコロさん。うわ、罠かかった。いってー、ちょっと待ってー。痛い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 。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。また、ツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。